街道 G スタイルということでおはようございます。バスロコ楽マガジンのふやりんです。本日は 2days 目の1日目ということで、私グランパ大久保店さんの方にお邪魔させていただきまして、私は計3回目ですね、大久保店さんでは2回目の実践を行わせていただきます。ということで多分早速なんですけど、すごいねこう見てくださってる方は多分これが見たいんですよ。この前回のその結果はどうだったかっていうのを知りたいと思うんで、もうサクッといっちゃいたいと思います。一応ですね、バッチさんが前日平さんとバッチさんが実践を行いまして、バッチさんが予想しております。一応ですね、角台とか末尾的なものはない、ただなんていうんですか、島角とか末尾とかはないんですけども、島に全島に入れてたということになっております。あとその全島は何だったかというと、花火とバーサスは全部5、6じゃないかなっていう結果と、あと凱旋の方が3分の2で当たりじゃないか、そして朝市の方がどっちも言えるんですけども、リノはラムクリされておりまして、まあ、結構満開そうなんですけど、あと何でしたっけ、サザンアイズも設定 C だったということで、朝一から狙えるんじゃないかなと思います。そして、法則が毎回あるみたいなんですけども、バッチさんが前日にやって、次の日平さんだったんですけども、バッチさんが、高設定っぽかったなっていうのが、次の日に、高設定は据え置きだったという予想がされておりました。まあ、明日来る方はもしかしたら今日の高設定っぽいかった通りを明日狙ってみるのもありかなと思います。ということで、これはですね、抽選から試合が始まっているわけなんですけどもね、私なんと65番ということで、今日はですね、まあまあ狙えるところはいけるんじゃないかなと思いますんで、まあパチンコから攻めないように気をつけていきたいと思います。ということで頑張りたいと思います。結構並んでらっしゃる。あ、すいません、お願いします。よし、行ってきます。シャッシャッシャッシャー、どうだろうどうだろう、やっぱあ、バジリスクは埋まってる、もうここから見える。バジリスクはもう毎回入ってるからな、マジ座っときゃとりあえず大丈夫な気がするけど、あ、でも凱旋座れるよ。凱旋行ってみます。でもな、ハーディスも前々回めちゃくちゃ出てるってことは凱旋かな。ちょっと凱旋座ってみようかな。ちょっととりあえず凱旋取れたんで一旦抑えます。はあ、なんかすごい、ちょっと法則を今気づいちゃったんですけど、鳥肌立っちゃったんですけど、ちょっと驚きっていうか、すごいな。本当に多分来ないと本当わかんないです、この感じは。はい、ということで私はまたかよって言われそうなんですけども、凱旋の方取れたので座りたいと思います。まあ、理由は前回私はゴッドを打ったということで、その前もですね、私この大久保店さんにお邪魔した時は凱旋が非常に賑わってたんですよ。で、5月10日に、まあ、今回は5月12日なんですけども、5月10日ハーディスがデータ見ていただければ分かるんですけども、前々日がすごいデータさんですね。っていうのを考えたら、今日はもしかしたら凱旋じゃないかなといったところがございまして、凱旋の方頑張っていこうと思います。
よし、それでは打っていきます。隣の方も割と早く当たってる。170ゲームで、私の左の方が私553番台の外線なんですけども、隣がまあ555ということで、もうすでに朝一初当たりの時点でここがね黄色くデウスステージからストレートしてたっていう風に言ってて、もう多分そんな投資してないと思うんですけど、かなり出玉の方を持っております。しかもなんか私今回で3回目になるんですよ、怪盗 G スタイルは。で、大久保店さんでは2回目ということなんですけども、こう日に日に声をかけてくださる方が日に日に多くなってきて、ちょっと怪盗 G スタイルとしてもこうちょっと若干認められてきた感あって嬉しいですね。あ、ここがありましたよみたいな。だってそういうのって怪盗 G スタイルを見なければ、まあ、普通の撮影だったら、まあ、皆さんそんなの教えてくれないじゃないですか。そうやっていろいろな法則をこう教えてくださる方がすごい増えてきてすごい嬉しいです。やばい、ついに当たってないのが私だけになった。外星の島で当たってないの私だけ。もう一回言いますよ、外星の島で当たってないの私だけ。まあ多分今月1回もまだ勝ててないんですよ。5月今12日ですけどね。え、だからその流れが今あるわけで怖いですよね。先月オス番長3で、まあ、プライベートで打っていたんですけど、ようやく番長3が打てて、あれ待って、なんか引きました。私特に右上がり気7ぐらいですよね、今引いたの。189ゲーム当たりました。多分モードがすごい、私くったらない話してたんでモードが多分そんな良くなかったんですよ。で、聞いた子役は右上がり気なんだ。で、それでも当たることはあるんですけども、圧倒的に偶数の方が当たりやすい。で、2と4で 2%、2.25%、6で 2.45%、1だと 1.53%、まあ、偶数の方が当たりやすいということで、とりあえず高設定じゃない、まあ、高設定っていうほどは言い切れないんですけども、まあ、いいサンプルいただけたんじゃないかなと思います。よし、とりあえずこれ伸ばせるように頑張りたいと思います。で、ちょうど私の右隣の方も多分ね、謎当たりっぽい感じだったんですよ。えって首かしげてて、だからもしかしたら謎当たりだったのか、もしくはもうモードも良くなかったと思うんで、まあ、それにしてもちょっと高設定っぽい感じです、全体的に。で、朝一なんですけども、まあ、8台ぐらいある中4台ぐらいが、通常モード以上でスタートしていることが多かったんですよ。なのでやっぱそういうのあるんじゃないかなってところで、いけ、わー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 、今キラナ4連チャンスだったわけですよね。はい、あー、いらない声を、この落とし穴がいらないんですよね。ゴッド2回引いたの見ましたって教えてじゃないけど見たよって言った方がいらっしゃって、お、急に下がった。今日はゴッドを3発引いてくださいって言われたんですよ。無理だい、やった、もうこれでチャラだよ、チャラ、もうチャラ。1回の GG で435枚終わりました。
1回の GD でチャラになるってめっちゃ嬉しい。ただ結構高設定っぽい感じだったからちょっとこれから打つのがちょっと楽しみ。だからやっぱ高設定っぽい感じの当たり方をするとなんかこれからワクワクしますよね。すごく私の隣のね凱旋がなんとひなな3連で当たったって教えてくれました。いやー凱旋でしょ今日はって言える今のところ感じがで、今私ちょっと台打ちを頼まれてしてきたんですけどそのバズリスク絆も多分ね仕事はありますって教えてくれたんですよ。まあね絆は正直もう毎回入ってるんでバッチさんも平さんも割とスルーしてる部分ではあると思うんですけどちゃんとあの絆も入ってます毎回で、あと先ほどちょっとね朝一に違和感があった台の花火なんですけど外れが出ましたと。まだ11時9分の時点でちらほら高設定っぽい感じの台がですねたくさん出てきております。やっぱ新台攻めるよりもちょっとやっぱ今まで入っていたところとかに行くのが無難かなとは思いますけどね。99ゲーム当たりました。早い、いいですね、いい感じ。しかも今も結構上のボードにいなかったと思うんで多分またまたいやあるんじゃない、あるんじゃないですか。いやー凱旋じゃん今日は。ちょっとなんか友達みたいになっちゃったけど今失礼いたしましたが多分凱旋当たりですよこれ。多分今日の台スコブルいい子300枚ちゃんと300枚近くまでちゃんと来てくれる。まあ、293枚でも上出来じゃないですか。
た、絶対もう終わったと思ったんですよ、揃わないと思ったら。もう一回来ちゃい、行きます、行きますよ、お願いよ、ハーディス、ハーディス、お願いよ、あなたにかかってんだから、あの真ん中に向いた時にやるんですよ。ダメだ。もう一回ぐらい見せたいな。はい。よし。もう一個ストックしてあるのでまだ安心できます。よーし、700枚、少々少ないですが、ここでね V とかね来てくれたら嬉しいけど、勘でしたね、もしくは色が変わるとかね、真っ白でも、これの、前のあたりがループストックっぽい感じだったんですよ、出方が。だからもしかしたらあるかもしれない。私結構やっぱよく滑舌のこと言われるんですけど、やっぱ結構私ひどいですかね。ほっ、ああポセイドンステージ行きました。よしよし、まだあるぞ。Gストップ来ちゃえ。私滑舌悪いかな。生グミ生米生卵大丈夫。1192枚。
強化し終わりました。ただ最初の当たりが、最初の2回目の当たりがループストックっぽかったんで、まだあるかもしれない。413ゲーム、いいとこにはいると思うんで、カモン。よし、よかった。上に手を出さずに、とりあえず残りこれで当たりました。417ゲーム、大当たり。もう一発、おっしゃー、ストック。ドドドド、キナナが結構連続するときって一番嬉しいかもしれない。よっしゃーみたいな。よーし、339枚、サンキュー。2回目、おーし、しかもポセイドンステージ、嬉しいな。そういうチャンスにも巡り会えるかもよといったところで、581枚、まだ大丈夫。私も今思ったら確定役一回も引いてないのに、まあ、ここまで頑張れてるっていうのはすごいですよね。大体出玉持ってるなって思った時ってやっぱゴッド引いてる時か SGG 引いてる時とか、そんな時ですもんね。よし、3セット終わりました。またまた1000枚オーバー。よし、先ほどの回収できたかな、使った分は。163、モード下がらないですよね。結構ずっと上にいる気がする。よっしゃー、779。これがね、できれば黄色く光ってくれたらありがたいんですけどね。
お願いします。まんまストックしますよ。頑張って乗せます。行ったれ、よっほ